熱く泥臭い演舞で頑張りますということです。それでは折り紙の皆さんよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。はい、OK、ありがとうございます。折り紙入場。お会場にお集まりの皆さん、こんにちは。我々東京都を中心に活動しておりますよさこいチーム折り紙と申します。本日はよさこい火祭りいい光が丘公園ご開催おめでとうございます。2019年以来の開催ということで、個人的には学生時代ここで踊っていた身としては大変心に熱いものを感じております。さて本日披露します演舞テーマはメメントモリ、ラテン語で死を覚えという言葉になっております。いただき命を終え彼らの生き様どうかその目に焼き付けてください。お手拍子お心拍子のほどよろしくお願いいたします。黒き闇より光を知りて消えゆく定めに何を知る。折り紙第2作メメント。どうかこの子が穏やかに伸びやかに生きられますように。芽生えた罪なきこの命が清らで荒れますように。これは一人の星町人の長い長い舞台の一幕。獅子を振るい3つ数えて二度とない舞台に一人立つ。ポジションゼロ、ここから今。さあ行こうか。ステージに上がり見渡す世界、視界は良好。まばゆい一等星を追いかけていたんだ。やがて思い知らされる星と俺の間にある埋まらない隔たり。それでも諦めなければ、挑み続ければ、投げなさなければ、信じていれば、止まらなければ、生きていればきっと、人生の舞台の幕引きは自分では選べない。密かに忍び寄り私を締め上げる。このままここにはいられない、ここにいちゃいけない。長どこかへ逃げ出そうにも明かりが見えない。ああ星はどこにあるんだ、月はどこから昇る。私を導く者は、私を呼ぶのは誰だ。誘われるままドアノブをひねった。ようこそおいでくださいました。あなたを愛するあなたの愛すべき隣人から一つご挨拶を。君もビポイントならダンスは得意なもんだろ。受け取ってくれよ死神からのアンコールだ。もうお開きの時間だ。ほら次の舞台が君を呼んでるよ。サンコ踊りが泣いても気にしなさんな。俺だけはすぐ隣で見ていてやるからさ。溜めかけていた情熱に体温が戻ってくる。舞台はいつか終わるからこそ私は今全てを燃やす。
私を照らせ、すべてのライトよ、私に見とれろ、すべての角度でここに立つために目のくらむきらめきで思い込ませてくれ、私がスターだ。さあ皆さん、あなたのために叫んでください。茨城だ、美しい人生よ、人間万歳、生命万歳。月も星も太陽も空も全てが私のための舞台照明、照らせよスターライト、今こそ称えよう、この命を。折り紙第2作、照らせ。ありがとうございました。ありがとうございました。折り紙撤収。